カッサプレートを活用した輪郭に効果的な応用メソッドです。まずは老廃物を流れやすくするために首をプッシュします。カッサプレートのカーブを使います。フェイスラインの近くにカーブを当て、首の中心に向かって気持ちのいい力加減でプッシュします。1箇所4秒、首筋を4箇所に分けて、フェイスラインの近くから首の付け根方向へ向かい2回ずつ行います。反対側も同様に行います。気持ちのいい力加減で行うことがポイントです。続いて髪の生え際を揉みほぐします。カッサプレートのつま先とかかとの2点を使います。生え際に沿って2点を垂直に当て揉みほぐします。1箇所4回ずつ、生え際を5箇所に分けて行います。気持ちのいい力加減で行いましょう。